あの今携帯がないと何もできないのでせめて携帯の充電はできるように暑さ対策のための充電式の扇風機も用意さらに自宅の冷凍庫には凍らしたペットボトルこの一番上にそうすると二時間から三時間ぐらいは冷蔵状態が保たれる普段からローリングストックで備えているという鈴木さん